残り1周のブルーフラッグを通過しています。鮮烈なる速攻を決めた永井大輔が先頭です。2番手は深谷俊太、さらには5番の鈴木教師、中山徹4番手、黒川追い上げてくるもどうやら5番手あたりまでがいっぱいになります。最終コーナーをクリアしました。永井大輔が優出1番乗り、残り1周ブルーフラッグを通過。影山と6番鈴木弘和の勝負でありますが、2番手もう一度突き放した影山、外から鈴木弘和、その差は一車身半ぐらいであります。先週コーナー影山2番手、3番手6番鈴木弘和、体勢は固まった。先頭中村雅人トップでゴール2番手影山、残り1周ブルーフラッグ、こらえるか2番の深谷、8番の佐藤真也が懸命に追いすがる展開。さあバイクは内に向いている、内から捉える、捉えた3コーナーで佐藤真也大逆転、2番手に上がっています。3番手に交代した深谷、先頭7番の若井戸和、佐藤真也ここまで優出。青山周平が先頭だ。2番手には5番の神谷田匠、7番の佐藤孝也の前輪かかった。さあ最後のコーナー勝負であります。さあどうか、神谷田が抑える、神谷田が抑える、佐藤孝也が突っ込んでいく、佐藤と神谷田並んでいる、並んでいる、最後は佐藤だ、勝ったのは青山。5日間の集大成、優勝戦が間もなくとなります。川口志向施行90周年スポーツ日本新聞社杯 G2 川口記念、いよいよ優勝戦となります。ハンデゼロからは深谷俊太、影山慎、10メートル線には6台です。永井大輔、若井智和、佐藤孝也、中村雅人、佐藤真也、大外が青山周平、以上の8名による優勝戦です。最打ちと絶好のポジションとなりました永井大輔、ここは一番人気になりました。さあ場内からは拍手も起こりました。スポーツ日本新聞社杯10秒前です。川口記念優勝戦の発走でございます。5秒を切ります。3秒前、 G2 川口記念優勝戦スタートしました。ハンデゼロでは深谷が行った、そして2番の影山奥を取った、5番の佐藤孝也が一気に突き抜ける。10メートル線から5番の佐藤孝也が好スタートを切りまして、早くも1周3コーナー、深
谷を捉えるか。佐藤高谷が電光石火の速攻を決めて先頭に立っています。なんと永井は最後尾に下がってしまいました。レーサー2周回目、5番の佐藤高谷が鮮烈なる速攻戦を決めて先頭に立っています。2番手深谷俊太、3番手4番若井智和、さあ来た来た来た、ナンバーワン青山周平が 3,4 コーナー内に滑り込むようにして3番手に上がっています。残り場6周回、5番の佐藤高谷がレースを牽引しています。1番の深谷俊太も2番手の位置。さあここは浜松勢がレースをリードする存在か、青山が割って入るのか。うわーっと前が重なっております。5番の佐藤高谷、さらには深谷俊太、内側から青山が並ぶのか。残りは5周回、まだまだ道のりは長いものがあります。5番の佐藤高谷が先頭だ。4番の若井が内側を潜り込もうとしていますが、青山が振り切っています。先頭は5番の佐藤高谷、体を並べる青山のまくり、食い止める5番の佐藤高谷、わずかに佐藤高谷が先頭であります。青山切り返そうとしました。あっと佐藤高谷が滑った。さあどうか、1コーナーまくり切りました。青山周平がここで佐藤高谷の一滑り見逃しませんでした。青山周平が先頭に立っています。2番手佐藤高谷、3番手が若井智勝、4番手に深谷、そしてその後ろでありますが7番の佐藤真也、そして6番の中村が続いております。レースは終盤戦に入っています。8番の青山周平がレースをリードしています。5番の佐藤高谷が2番手から迫ることができるかどうか。3番手は4番若井智勝、4番手には1番の深谷俊太。4コーナーを立ち上がりまして残りは2周回、青山周平が先頭に立っています。2番手佐藤高谷、そして3番手4番若井智勝、6番の中村雅人が追い込んでまいりました。さあ3番手争い終盤、この3番手争いがヒートアップしそうであります。若井に迫りくる中村雅人、中村が並ぶ、捉えました。最終周回、中村が3番手に上がっています。しかし先頭は8番青山周平であります。当時は最近苦労の連続でありましたが、それを乗り越えて G2 川口記念、これで川口記念は3度目の優勝ということになります。勝ったのは青山。佐藤高谷との序盤の競り合いを制しました青山周平。冷静沈着に立ち回りました青山。終わってみればナンバーワンの青山でした。佐藤高谷は道中痛恨の一滑りがありました。中村雅人が3番手ゴール、8番5番6番の通過順となっています。板橋さん、優勝戦いかがでしたか。はい、青山選手やはりマシンを、ね、仕上げてきて動きが良かったですね。ただ佐藤高谷選手が、ね、もったいなかったですね。一滑りあれがなければ、またいいレースになってたと思うんですがね。もう佐藤高谷選手はそこをもう抑える気満々という感じだったんですが、その矢先、そうですね、一滑り、その姿を見て青山選手もここが勝負だという感じでしたね。そうでしたね。そのちょっと前に青山選手も滑ってたんですが、はい、そうですね、いやこの川口バンク、ショーマフラーで随分苦労していましたが、はい、少しずつ先日お話を伺った時も、課題を克服できていると話していました。場内確定です。1着8番、2着5番、3着6番以上でございました。第12レース確定です。1着8番青山周平、2着5番佐藤高谷、3着6番中村雅人。1着の青山周平選手、競争タイム 3.375、 3.375、通算759勝目を挙げました。青山選手、優勝おめでとうございます。払い戻し金です。2連勝短式8番5番770円3番人気、2連勝複式5と8の組み合わせ430円2番人気、3連勝短式8番5番6番2130円5番人気、3連勝複式5と6と8の組み合わせ700円3番人気。その他の結果はご覧の通りです。はい、同期の皆さんが囲んでますね、はい、青山選手を。
板間さん、改めて、はい、この青山選手の涼しげな表情いかがですか。なんか見た感じね、ほっとしてるような感じもしますけどね。あの初日2日とね、あの今回はちょっといまいち動きがね鈍かったですからね。そうですね。いやでもさすがですよね。すごいですね、よく仕上げてきましたよね。あのちょっと私も実況しながら、あれ佐藤孝選手ミスしなければ抜けそうな雰囲気なかったんですよ ね、あのやっぱり一滑りがワンチャンスだったかもしれませんね。はい、これからウイニングランとなります。さあウイニングラン、もう見慣れた風景ですね。はい、そうですね。川口来るたびに見てるような気がしますけどね。そうですね。ただ本当あの昨年の12月走路改修されてから、うん、川口は消音マフラー、そうですね、まあ、そこで去年の12月の最初の頃もいきなり来て相当苦労して、はい、その苦労が年末のスーパースターまで変わりませんでしたよね。そうですよね。で年が明けてもやっぱりこう消音マフラーというものに縁がないというか、はい、そこで何かエンジンを崩す雰囲気もありましたよ ね。あのやはり自分の思い描くエンジンの出来と違っちゃうんですよね、あの消音マフラーっていうのはね、はい、なかなかそこどこがいいかをこう突き詰めるとね、なかなかいいところが見つからなかったんですよね。はい、青山選手、やっぱりこうファンの方も多いですね。多いですね。あーすごい、もう青山選手も本当ゆっくりゆっくりファンの皆さんの声援に応えている感じですね。ひとみさん、この優勝戦見てどうでした？はい、いや本当にしびれましたね。あの一瞬の隙をついてくるというのは本当にかっこいいし素晴らしいなと思いました。川口と引き続きまたレースがありますので、この後もお楽しみいただきたい。さあイベントホール表彰式が始まりました。ご覧いただきましょう。はい、さあそれでは G2 川口記念見事優勝いたしました伊勢崎青山周平選手にお話を伺います。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ大会3度目 G29 回目の優勝となりました。まず今のお気持ちを聞かせてください。はい、もう嬉しいしかないです。はい、はい、さあそしてレース前なんですが、また雨が降り出しました。まずどんな気持ちでレースは臨まれましたでしょうか？そうですね、雨が降ってはいたんですけど、まあ、濡れないだろうと思って、ハンデラインついた時は降ってなかったんで、まあ晴れだなと思って晴れの気持ちで走りました。はい、さあそして試走は27でした。一番時計、試走の感じとしては今日どうだったんでしょうか？良かったと思います。はい、はい、あのちなみに今日はタイヤはもう完全な晴れタイヤで臨んだんですか？はい、晴れタイヤで、はい、行きました。はい、さあそしてスタートですが、ご自身の感覚としてはどうだったでしょうか？スタートはまあそんなにいけなかったかなという感じだったんですけど、まあ1周目うまく、いいところにつけられたので良かったです。はい、はい、あのかなりいい動きで追い上げていく、そんな風に見えましたが、ご自身でその足色、エンジンの状態、どんな風に感じて走っていましたか？そうですね、今節の中では一番、動いてくれて、優勝戦のメンバーの中でも一番動いてたと思います。はい、あ、自信を持って臨んでらっしゃったんですね。佐藤孝也選手がこう前を抑えながら走っていましたけれども、どんな気持ちで後ろにつけてましたか？まあ、惑わされないように、気をつけながら、まあちょうど、孝也さんが滑らしたんで、まあ、そのタイミングで前に行けてよかったです。はい、はい、ワンチャンス逃しませんでした。さあそして先頭に立ってのご自身の逃げる足どうだったですか？正直あまり消音マフラーでいい成績を残すことができてなかったんですけど、自信なかったんですけど、まあ、一生懸命、グリップ開けて走ろうと思いました。はい、まあ、最終的には圧勝のレースということになりましたが、その川口の消音マフラーちょっとこう苦戦されている、そんな印象もありましたが、改めてこの消音マフラーどうだったですか？
回数を重ねるたびに、少しずつ良くなっているので、まあ、こういった結果を残せて、また自信にもなりますし、また、次来た時も、これを経験に頑張りたいと思います。はい、まあ、さすがナンバーワンも最後はきっちりと仕上げての優勝ということになりました。さあ改めてこの5日間を振り返ってみて青山選手どうだったですか？長かったですね、なかなか思ったように成績を、思ったような走りができなかったりしたんで、はい、まあ、まだまだ勉強が足りないんで、もっともっと勉強して、早くなりたいと思います。はい、さあそれでは最後に今後の目標も含めましてファンの皆さんにメッセージを一言お願いします。はい、3回目の川口記念を優勝できて本当に、嬉しいです。またありがとうございます。また、次も、ショーマフラー来た時もまたいい成績残せるように頑張りますので、ぜひ応援してください。ありがとうございました。はい、優勝本当におめでとうございました。さあそれでは青山選手はそのままステージ中央でお待ちいただきたいと思います。それでは引き続き表彰式を行います。はじめに優勝を祝しまして青山選手に川口王とイメージがある平島夏美さんより花束が贈られます。青山選手おめでとうございます。はい、おめでとうございます。なっちゃんもお誕生日おめでとうございます。ありがとうございました。続きまして優勝されました青山選手にスポーツ日本新聞社賞としてスポーツ日本新聞社東京本社ビジネス開発局営業部長佐藤優太様より賞状が贈られます。表彰状優勝青山周平様、あなたは川口王とスポーツ日本新聞社杯 G2 川口記念において当初の優秀な成績を収められました。ここにその栄誉を称え表彰いたします。令和5年5月28日スポーツ日本新聞社、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。続きましてスポーツ日本新聞社賞としてスポーツ日本特別ゲストグラビアアイドル大崎由紀さんより賞品が贈られます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございました。続きまして川口市長賞といたしまして川口市公営競技事務所所長日高茂より賞状並びに優勝カップ賞品賞金ボードが贈られます。所長優勝青山周平様、あなたは市政施行90周年スポーツ日本新聞社杯 G2 川口記念決勝において当初の成績を収められました。よってその栄誉をたたえご了承します。令和5年5月28日川口市長奥野木信夫代読でございます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。続いて優勝カップが贈られます。おめでとうございます。商品の、はい、ありがとうございます。では商品の贈呈です。さあそして賞金ボードが贈られます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。また後ほど、はい、記念撮影の時間後ほどまた設けさせていただきたいと思います。ありがとうございます。ちょうど今イベントホールでは表彰式が行われています。賞金ボードを掲げた青山周平選手、お時間等の関係、板橋さん、改めてこの優勝戦、はい、青山選手のレース、うん、まあ、ご本人のインタビューもね、はい、踏まえて、そうですね、板橋さんにお話しいただきたいと思いますが、
初日から青山選手見てて、やはりちょっとかなり不安が残ってたと思うんですよね。まあその中でね、まあ最終日はまあ一番基礎出てましたけど、それでもまだちょっと不安あったんじゃないかなとは思うんですよね。はい、その中ででも優勝できて少しは吹っ切れたのかなと思って見てましたけどね。ご本人の弁からすると5日間の中で今日が一番良かったと、はい、いうことでしたよね。まあ、ですので、はい、まあ、一番こう自信を持って今日は臨めたと。そうですね、あのもう本当にね、制御力もあって大したもんですよね。まあ、川口バンクで言いますと、今年もちろんね、年末のスーパースター王座決定戦もありますので、はい、そうですね、まあ、そこに向けて午後にね、あのショーマフラーをとにかく苦手意識があったけども、毎回毎回一つ課題をクリアして、はい、そうですね、まあ、この、まあ、暮れの、ね、レースも正音でやると思うんですが、はい、あの少しはね、あの光が差したかなって感じもありますね。そうですね、まあ、でもその前にも各場で、ビッグレースが控えていますの で、 そうです、ね、ただやっぱりこうマフラーが違ったり、はい、同じショーマフラーでも、ね、毎回つけるものが違いますから ね、 そうですね、当たり外れみたいなものがありますからね、はい、またそのマフラーに合った調整力というのもやっぱり求められるんでしょう ね、 ね、はいはい、青山周平選手見事な優勝ゴールを遂げて川口バンクでまた実績を刻んだということになります。